もこんにちは、おすんちチャンネルの高弘です。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はライトレンズラボさんから新発売されている 35mmF2 振動式のレンズのセカンドインプレッションをお送りいたします。どうぞご覧ください。このような箱で、届けられましたマップカメラさんで購入しています。中はですね、このようなレンズを入れるソフトケース、これと、ちょっとこう真鍮でできているような、レンズキャップが、一緒に入っていました。あとは、ペラの紙が入っている、こんな感じです。レンズの大きさですが、これが今回のレンズです。これが振動、初代のズミクロン振動式です。エルマー 3.5cm、そしてこれがオクトレンダー、私が結構使ってる 35mm の F1.5、ちょっと振動させてみます。こんな感じですね。エルマーとの比較、こんな大きさになります。このレンズ、前回ちょっとご紹介し忘れたんですが、絞りの表示がですね、表側とこう裏側にもあって、なかなかこれ面白い設計だなと思いました。だからこう振動を、途中の段階でくるくる回るのかなとも思うんですが、このくるくる回っちゃうのはどうしてなのか、未だによく分かりません。これが最初についていたレンズキャップ、お尻側のレンズキャップです。これがオリジナルのフロントのレンズキャップです。これでもいいんですが、私は今 この初代ズミクロン振動型についていたレンズキャップの方が、しっくりとしっかりとこう止まる、このレンズキャップは同じ振動式 50mm のズミクロンのキャップなんですが、こちらのメーカーがどこかわからない、フェイク品なんでしょうか。これでも ほぼ同様に使うことができます。こっちの方がね、なんかしっくりとくるんですよね、レンズキャップとして。私はレンズ、私はライトレンズラボさんのレンズに最初からついていたこのレンズキャップの方が軽くて普段から使っています。それではフレアとかゴーストがどのぐらい出るのか、ちょっと写真を見てみてください。どうぞ。
象でお話ししますと、ゴーストもフレアも、どうでしょう、無理やり出るところを探さないとなかなか、発生してくれなかったという感じです。それと解放から結構バリバリにこうピントが合ってくる、解像度が非常に高いという印象を持っています。まあでもこのかっこよさはなかなかと思うんですよね。それとですね、フィルターもつけられないし、フードもないということだったんですが、私あの初代ズミクロンにつけているこれ、ライカの品番が12585、こちらのフードがですね 50mm35mm 兼用なんですが、意外とですねバシッとつくんです。どうでしょう。で落ちません。しっかりとここの溝にですね、この内側の爪が噛んでくれるんですね。これだであればですね、これ確か 43mm のフィルターだと思うんですが、ここに、専用のフィルターになりますが、フィルターをかませて、本来使えないと書いてあったフィルターも、使えるんじゃないのかなと。 43mm 径のND フィルターとかがあれば一度使ってみようかなというふうに思っています。で、若干絞りにこうフードがかかるんですが、ちゃんと絞りもね、フードをつけた状態でもちゃんと動かすことはできます。若干動かしづらくなりますが、使えないレベルではありません。こっちの方がねずっとかっこいいですよね。そしてこれをカメラバッグに入れてるときはこのまんまこう入れてしまいます。あとフォトレンダーの 40mm、 これはフィルター径がですね、何ミリだったかな、これのキャップのまんま実はバシッとつきます。これもねちょっと発見だったので小ネタとしてお伝えしておこうかなって思います。今日の動画以上になります。いかがだったでしょうか。セカンドインプレッションなんですが、何か皆様の参考になれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。